あ、どうもクレゴです。今回はですね、まあ、ハイエース移住予定だったんですけど、ちょっと暑すぎるんで、まあ、こっちも外の作業なんで暑いですけどね、こっちやっちゃいます。まあまだ全然進んでない状態でございますね。この辺の土を、土じゃない石か、まあ全然片付け途中なんですけど、まあ、ある程度片付けて、ちょっと今日どれか木、まあ何本か掘り起こそう的な感じですね。まだあっちの木はちょっとまだ切ってないんですけど、あ、ちなみに今日ハイエースのお兄さんがいますよ。あ、これ映ってるよ。ダメダメ。あ、なんで？もう一回映像してくれ。あ、ハイエースがあるか。あ、なるほどね。あ、今日は怪しい人がちょっと助っ人で来てくれてるんで。ちょっと俺にも乗らせてよ。あ、いいよ。やっとね、これ切り替え方法ばさ。え、俺普通がいい。どっちがどっちが普通？え、俺は縦旋回。あ、縦旋回、うん、あ、なるほどね。いや、横旋回の方がしやすかねえで横旋回に変えたっちゃうね。あ、すぐ変えれるよ。やっぱその人それぞれやもんね。道具屋さんはやっぱ縦。あ、縦やっぱ、ね、うん、僕は今は勢いだけど。ああね、あ、なるほどね、うん、よし、多分これで縦旋回と思う。よし、はい、いいよ。横旋回なっとるね。っていうことはこれで、これがこれになっとるけん、今 D になっとるとか。あ、一回エンジン切ってくれ。あ、右で旋回しよるもん。嘘。あー、そんなら本当 D になっとる。全然変わってる。いや、ちょっとまた失礼します、はい、そんならこれが、これが B やろ。あ、逆か。じゃあこれかな。一回エンジンかけてしてみて、はい。あら、ということは、あ、あれ、あ、それが C か。 C で左、今じゃあ D、 あ、 C、 A やない、 B、 A、 縦旋回は B やね。あ、だけ、これが、あ、今が B かもしれん。あ、あ、あ、そう、あ、確かに、あ、縦旋回ね、うん、あ、OK、OK、 よっしゃ、お願いします。お、たまには指をやってもらえるっていいですね。とりあえず適当にその辺のでっかい石拾ってください。そう、最初これの使うとも忘れてたもんね。意外と石ころを拾うとって難しいからね。あははは、あ、もうちょっと。あー、いいね。ナイスガン。綺麗にはまっとる。はまっとんね。完全にはまっとらすよ。バケットのちっちゃかもんね、やっぱ。よいしょ。あー、勝った。でかい。ああ、ね、お、大丈夫、またはまらん。オッケー。ああ、全部壊れるわ。そう、簡単に壊せるけんね。熱なるけん、ちょっとここ開けとこうかな。その木掘り起こしきれるやろか、ユンボだけで。引っ張り切らんかな。
動く剣かワイヤー巻いて引っ張ろうか後ろね、そういうのいけそう。ちなみに撮ろうと思ってたハイエースこれですよ、これ録画ですね。まあ以前も少し紹介してますけど、よしワイヤー OK、 回らんかな、回しきらんね、ここの隙間のここに回らんかな、意外と回らんやった。あ、ここの入ってくれればね、いや硬さよ。めっちゃ動きあるねこの食い場一回よかそうかな、大丈夫？あ、いいよ。でね、多分この木もね、別にいらんちゃんね。あ、はい、それ切ろうかな。これ？うん。お、それもちっちゃいけど、おっと、クワの木かなんかっぽいっすね。オッケー、 あ、 あ、いいよいいよ。もうちょいやね、うん、普通に体がねじれてから、あー、あれ、まあ、頭のなんか滑りやすいあれになっとるもんね今、ずるずるぬるぬるして。おっ、来たか、もうちょいおっ来たんじゃね、やっと来たんじゃね、あっ来たか、え、あー、よかな、とりあえずは。すごいな、もう杭どっか行ったね。いやー、まん丸の木とかならね、まだ護岸木は取りにくいな。あー、いいねいいね、いいよいいよ。ああ。あ、やっと来た。やっと来た。すげえ。ボスが。ああ。いや、まだまだボスじゃないよこのレベル。もっとおらすけんね。いや、よかったよかった。クイはどっか行ったね。あ、そうね、それが早いね。マジでかい木よいしょ、いや意外と重てえこれも。さあ、お昼飯食べてきます。渋滞しとる、渋滞しとるうわマジだ、やばいね、やっぱうちもだいぶ都会になったね。うん、さあちょっとメニューこんな感じです。海鮮券もあるんですけどね、ちょっと今日はアジフライ系、釣り身、アジフライかな。はい、はい、食べます。うん、うん、いただきます。早かったね、出来上がった。うん、マヨネーズで食っちゃうね。ん、マヨネーズ、マヨネーズ、これあ、いくだ、あ、どうぞ、いつもね。うん、俺ソース系やね、多分。あ、ソース系ね、
うん、タルタルは あんま足らんじゃない。うん、うん、すごい身がすげえ、うん、肉厚っすよ、肉厚。うまっ。ごちそうさまでした。うん、満足。はい、とりあえずここで食べさせてもらいました。帰ろう。さあ、飯も食い終わって、おー、そそくさに作業を進められてもらってます。やっておりますな。よいしょよいしょ。ちょっとせっかくなんで、この薪田のこの草刈り機かをちょっと簡単に軽く紹介しましょうかね。せっかくなんで、提供でも何でもないですが、ちなみになんだこれ、品番は 185SDSF 18V 用的な感じですかね。あ、こんな感じの薪田でございます。使いやすいですもんね。電源ポチッと入れて、あ、電源長押しか。あ、来た来た。で、まあダブルロック、こっちアクセルみたいな、ちょっとカメラ見えてますかね。で、まあ、ウィーンと回るわけですよ。ちょっと借りにくいな。まあ、前回に回ったところでこうした方がいいか。おお、いいんじゃねえか。こんな感じでシャリシャリ枯れるわけですよ。全然枯れますけどね、十分に。あ、木とかあれとかでかいのがあればちょっと何とも言えないかもしれないですけど、だけど普通のこれぐらいの草とかだったら何の問題もないと思いますよ。まあエンジンしょっちゅう使われてるからですね、ちょっと物足らないかもって思われるかもですけど、問題ないっす。もう木の生えてきとる。早えな、木伸びるの。この辺も木やんね。早いな。よいしょよいしょ。ちょっと行ってきます。レンガーはわけですね。あ、分けんばたいなーって感じよね。石は別に残っとってもね、石はいくらか、レンガーは嫌たいね。もともと豚小屋の跡じゃんね、こりゃ。あ、崩しとるとか。そう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 、最終的にここ泥はどがん感じと余るとそうね、下の方は掘るけん、だけど全然適当に多少多く掘ってもいいじゃんね。待って、なるべくここは多分ね、どんぐらいかな、掘っても 2-30cm ぐらい、うんうんうん、だけど多分下がっても今のその深いところぐらいかな、はいはいはい、そんぐらいは全然掘っていいじゃんね。これ以上掘ればもうあんまり出ては膨らん感じであったけど、そうね、多分ほんとこの辺にバーってホタットあるだけやんね、ここにあったとの。あ、はははうん、ほんとプロペラ赤だ、かっこいいね。なんかこれはあれね、あそこにあったやつと一緒の。
あー、アイリスオーヤマ的な。違う。あ、そういうの横にあったやつか。うん。あーね、風神服って書いてあった、あったね、うん、あー、俺もそれが欲しいな、ほんと。まあ石と一緒に掘ってレンガも片付けてもらおうかな。すごい。もう一台ユンボ欲しかね。ほんとね、時間のかかるこれじゃ。あ、それか、もうキーバホラントやったらさ、別にこいつじゃなくて平履きでもよかったよね。平履きに変えて石掘るが早くない？でもほんとでかい石があった時はこっちの方が、あ、まあ掘り起こせるたいね、うん、まあとりあえずはこっちでいいか。まあそれかもうここら辺はとりあえずひとまず後からするって考えてこっちでさ、はい、でもちょっと進んでその辺にもまた木のあるもんね。木、うん、ああはあ、そっちは掘ろうかな。ああ、分かった。イエス。もうレンガ分けにしろ何にしろざこざ作業が意外と多いし、まあ、別にレンガ分けるわけじゃないですけど、その残ってるやつを全部片付けるんですね。多分この辺やね。あ、これか、ここに株のある。うん、この辺に株があるっちゃね。そちら辺もあるとかな。あれどこ、あ、ここら辺、この辺。あ、もっと右か。ちょうどこの辺ばい。いや、これは多分そうでもない。ああ、この辺、うん、はい、おー、意外といける株はすぐいける感じなんすね。こんな深くなかったかな。お願いします。そのままお願いします。あ、一応その辺の杭だけ気をつけてね。よし。さあ、ちょっと見えないですけど、あの辺に牧の木のまあまあ大きいのがおるんすよね。あいつをやっとやっつけに行きたいと思います。どこやったっけ。さあ、ちょっとこの牧の木くんがなかなかなくせ者でございますな。やっぱりこいつみたいなやつが多分 4,5 本いたんすよね。まあこういろんな意見をですね、こういただいておりますので、なんかこう引っ張る的な感じですかね。まあ、ただこのキャタピラこいつ弱いんですね。すぐ滑るんすよね、まあ、ゴムローラー的な、まあ土がツルツル、まあ、かなっていうのもあるんですけど、まあ、とりあえずちょっとこいつを、まあ、周り掘りまくりしまくれば、まあどうにか取れるような気もしますけど、まああと何本もあるって考えたらちょっと大変ですけどね。やっぱただこのユンボ君がですね、こいつ1時間ぐらい連続で回してたらちょっとお疲れ模様になってから冷却水が吹いてみたりするんでですね、だから長時間運転できないんですよね。あ、まあでも今のところ大丈夫か。ラジエーター水がこう逆流というかするのかなって感じで、まあ開けてればだいぶ違いますね。やっぱなんかいつかこいつの修理動画も撮れたら撮ろうかなみたいな、ちょっと見てみたいですね、ラジエーター関係って思いますけど。まあいいや、とりあえず今日は終わりましょう。あ、こいつダンプしに行こう。さあ、ちょっとせっかくハイエースいじる予定やったんですけど、まあいじるあれはなく、ついでにこれでもちょっとやってみます。軽く、全然さっきの内容とは関係ないですけど、リマック取り。本来はハイエースのナンバーする予定だったっけ。ウィンカーミラーか、ウィンカーミラーと格納のやつですよ。まあいつか
いつかまた涼しくなったら作業したいと思います。それはまあそれはやっぱ根気強くも磨くだけよね。うん、水が端から下るまで。ああそういうこと、うん、このようになることまでってことだよ。うん、今ここは端っこに剣とある。これやっぱあれね、電動のあれ欲しかね。うん、それで15センチ四方ぐらい。あ、15センチ四方。四方ぐらい。実って。なるほどね。そうですね。全然足りるよね。あの、使うことは。それ。終わりかな。もうね。あ、いいよ。はい。黄色瓶でビンビンです。コーティングやね、次は。なんか今日はよう決まってるような気がする。でもあれね、全部ドペーってなってるね。え？ビヤーってなってるね。うん、ビヤーってなってる。どうですか、水弾き具合は。おお、全部ビヨーンってなったじゃない？うん。まあ本当あと1センチやね、ここは。それは無理ですね。もう、ああ。ここは、しょんない。なんかこの辺にちょっと残ってない。これ中のあれかな。うん、中ね。完全に乾燥させて。ああ、じゃあもう全部つかんない。ガラスだけ拭いて乾かす。うん。超ガラコ。超ガラコ。さあ、行っちゃいますか。お、やばい。おたまにはガラスのメンテナンスも大切ですな。音のなんか奏でおらず。なんか音楽かなんかしようことある。トリセツ。1年間の超寿命を塗る、塗り残しなく5分10分全体を白く乾燥させる、綺麗に乾いたタオル拭き上げる、6倍耐久。ウィーン。赤色ファンかっこいいやん。赤色ファンがかっこいい。これって力いらんとか。コンパウンド入ってるわけじゃないけんね。塗り込まんでいいとと思うけど。塗り込まんでいいなら音は出ません。ああね。だって5分10分ね、白くなるまで放置って書いてあるけん、塗り伸ばしてなんかそれを表面に塗りつける的な感じじゃないと。いいかな。いいんじゃない。キャップありますか。あ、キャップ、うん、これカメ。カメラのここ。ああ、そうそう、蓋ね。ちょうど閉まっちゃった。ちょうどいい。ああ、本当だ。バッチリやん。専用？専用設計やった。はい、できましたよ。なんか白くなって5分10分待って、乾いた綺麗なタオルで拭き上げてください。出来上がったとさ、水かけてから試していいと。今日？ちょっと待って。多分12時間以上乾燥させる。乾燥させまではね。はい。まあ、後日動画送ります。ああ、そうね、それでいいや。雨降ったらなんかワイパー回さんでどれぐらいになるかくださいな。今日終わりです。オッケー、ありがとうございました。はい、はい、施工完了でございます。まあただしましたっていうことです。はい、ということで今回は施工ガラスの施工動画でございました。違うけど、まあガレージちょっと土掘って木掘って、はい、もう今日はちょっと疲れたのでハイエース触る予定でしたが、ガラスきれいにして終わりました。はい、ちょっと緩い動画になったかな。まあ、はい、最後までご視聴ありがとうございました。まあガレージもぼちぼちですけど、こう、頑張っていくので、まあ今後ともこうご期待をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。では、終了。ありがとうございました。ありがとうございました。